日本バレーボール協会は14日、国際バレーボール連盟 FIVB から女子日本代表のパリ五輪リ出場が確定したとの通知を受けたと発表した。13日のネーションズリーグ福岡大会1次リーグカナダ戦に2 3で敗れた段階では持ち越しとなっていたが試合がなかった14日に一転してキック獲得が判明する異例の事態となった。 6大会連続14度目の五輪出場が決まった日本は15日にセルビアと対戦する。写真あり、爽やか、ユニフォーム姿の夫婦ツーショット、パリ五輪出場権を勝ち取った選手たちは午後3時前、練習会場に到着した。待ち受けたファンからおめでとうとの声が飛んだが派手な反応はなし。予想外の形で届いた、吉報に実感が湧いていないようにも見えた。 真鍋監督は日本協会を通じて、パリ五輪の出場権を獲得することが一番の目標だったので、目標をクリアしてアンド、アンド、していると談話を発表。首相の小川、昨日はカナダに負けてしまったが、パリ五輪の出場権獲得がネーションズリーグでの目標だったので素直に嬉しいとコメントした。FIVB が通知して日本協会が、勝てば五輪出場が確定する。 と発表して迎えたたた13 2-3日のカナダ戦に2 3で敗れ出場決定はは持ち越ししとなっっずだったしかし、同日の他会場を含めた全試合終了後、FIVB などが世界ランクのポイントを計算したところ、1次リーグ残り2試合に敗れても出場決定国とアジア・オセアニア最上位、アフリカ最上位を除く上位3カ国に入ることが判明。この日午前 FIVB から日本協会に五輪出場決定の通知が届き、連絡を受けた真鍋監督は選手を集めて、2試合残しているが、パリのキックを掴むことができた。おめでとうと報告し拍手でねぎらった。東京五輪では各大陸予選と大陸間予選が行われ、各国が対戦する方式で出場国を決めたが、パリ五輪では世界ランクによる決定方法を新たに採用した。一夜にして、 運命が変わった背景には、その世界ランクの難解なシステムがある。一試合ごとに加算、減算されるポイントは対戦する2チームの世界ランク、セットカウントなどを機に算出されるが、過去のデータなども加味され計算は複雑。FIVB では計算できないため専門の会社に外注していると話す関係者もいるほど。FIVB 側は13日時点で、 日本が勝った場合は五輪出場が確定するとしていたが、敗れた場合の前ケースについて計算できていなかったため、大きな混乱を招いた。ドタバタの末にキックはつかんだ。パリに向けて真鍋監督は、まだパリ五輪の目標は決めていない。選手やスタッフと話し合いながら最終的な目標を決め、その目標に向かって挑戦したいと覚悟を示し、小川、厳しい戦いになると思うが、 チーム全員で戦うことができるようにいい準備をしていきたいと決意を新たにした。福永敏彦、パリ五輪リへの日出場枠は12で7カ国は決定済み。残り5枠は今大会1次リーグ後、17日の世界ランクで決まる。1、出場権決定国のいない大陸、アジアオセアニア、アフリカの最上位。2、出場決定国とアジアオセアニア最上位。 アフリカ最上位を除く上位3カ国に入れば出場権を得る。13日終了時点で日本は世界ランク7位でランキングポイントは322、94点。日本を追う同9位オランダ、293、03点、229、91点差、同10位カナダ、290、24、232、70点差をつけていた。 その時点で3チームはそれぞれ残り2試合、FIVB がポイントを再計算したところ、日本が15日からの残り2試合に敗れても、世界ランキングによる出場権獲得圏内に入ることが分かった。